ごめんじいさん。今日全然電話。ごめんじいさん。ごめんじいさんから電話。ごめんじいさん。もしもし。全然じいさん。俺怒ってる。切られたくない。俺めちゃくちゃに怒ってる。嫌われたくない。嫌われそう。嫌われる一歩手前。一回怒鳴るわ。ふざけんな。ごめんなさい。なんか、身に覚えはないけど、金田一さんが覚えあるなら私にも覚えがあります。おい。へん。さ、何回も電話したろ。俺に何回も電話したよな。怖い、すいません。ふざけんな。怖いなさい。怒られる。まだ欲しい。何回も電話して、す充いま電せ切れて一番大事な連絡取れなかったらどうすんだ。の対応で私のためを待ちやったくないけど。お母さんに何かあって電話取れなかったらどうすんだ。耳たぶでかい。耳たぶ。たぶ耳。たぶ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 耳耳。小天使さん。私のことを思ってくださってありがとうございます。さ、小天使さんに怒られるあのさだ。マジでブチギレていい。無事切りだいいね。マジでブチギレていい。無事切りだいいね。好きな人のことずっと考えてるのは当たり前だろ。当たり前なこと言うんな。好きな人のことを心配するのは心配じゃないんだ。必然なんだ。トロでも食べようかな。何？トロでも食べようかな。何？すいません。いろいろ怒らせてしまう。たぶん。コンデジさんと映画行きたいなと思ったんで、映画のチケットを買いました。よかったら4月の終わりまでやってるんで、一緒に見に行きませんか？マジで、一言だけ言わせてもらっていい？ふざけんな！マジでふざけんな！
3回目、マジでふざけんな。ねえ、いつもすいまブせチ切れさせて、マジでふざけんな。ん。すいません。なんで好きな女の子に映画を見に行くのに映画代払わせなきゃいけないんだ。全部男がすることだろう。罰として、罰として映画終わり、最高のディナーについていくの、ケイ。いやー、無理。怒られた。でも無理。トロ食べよう。トロ。魚のトロ。トロ。トロ食べよどういうこと？何？よかったらなんですけど、4月頭、私、ディズニーランドに行きたいんですけど、一緒に行ってもらえませんか？ダメですよね。すいません。今のことは忘れてください。もう私から二度と言いません。すいません。すいませんでした。一言だけ言わせてください。ふざけんな。おい、マジでいい加減にしろ。ふざけんな。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。ディズニーだけじゃなくて、シーも一緒にだろう。なんか、トロ食べよう。トロ。何？コンセンさんがいなくなっちゃった。コンセンさんがいなくなっちゃった。ああ、コンセンさん、帰ってきた。トロ食べよう、トロ。帰ってきて。何？わかった。ん？ベロがトロみたいに見えるっていう一応、ゲイ。たくさん怒っていただきありがとうございます。何を何を。私も自分なりにできることをたくさん考えて、これからも長続きできるように頑張ります。おい！マジで、これはもう許せない。ふざけんな。ふざけんな。けんな、けんな、けんな、けんな。けんな。けんな、けんな。けんな。けんな、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 けんな。けんな、けんな、けんな、けんな。けんな、けんな、けんな、けんな。けんな。けんな、けんな。けんな。けんな。一生懸命頑張るんじゃなくて、一緒にいたらそれだけでいい。それが恋人だろ。恋愛は頑張るもんじゃない。ただ隣で寄り添うもんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。
トロ食べる？トロ。すいません。じゃあ、行かせていただきます。はい。失礼します。